それと、あと神棚のことをさっきおっしゃってましたけど、牧師5年の時には、年間の行事として2月の伊勢丹山、それから5月、6月、7月かけての身延山山という2回の行事があって、伊勢丹山の2月ある時はそれぞれ伊勢神宮からの、なんだあれは、お札をね、神棚に飾ってるけど、それは全部先ほどのお話では片付けるとそうなんです。ね、あ、もう、お札実は。は、悪鬼魔神がそこに、大乗院様のちゃんとご法門を読むと、実はそこに悪鬼魔神、初天禅師はもう、あそこにいなくて、悪鬼魔神が入っちゃってる。それもやっぱりその関口さんだっけ、その浅はかな仏教理解だから、そういう、ありえない、大乗院様の仏法で、神をに手を合わせるってことは絶対あっちゃいけないんです。神天上法門って言って、高専ルフって言って、正しい法華経が一国全土に広まらない間は、初天禅師はこのもう遠い天に帰っちゃってる。で、法華経の法味が足りないわけだね。だから飢え死に寸前なわけよ、今。でも力も及ばずで、神様が我々を守ってくれるっていう働きをもう、ある意味放棄しちゃって、そうすると空き家になっちゃってるわけで、そこへ好き放題に今、悪鬼魔神どもが暴れてる状態なんだよね。特にこの近年のこの台風の、悲惨な動き方ね、わざわざ攻めてくるようなね、ああいうのは本当にまさに悪鬼魔神どもが、てか書店の家具はなくなった姿ですよ。いいようにこの天災地災が起こる。で、それが、その子分どもが、ああいうその伊勢神宮からもらってくる札とか、ああいうところに入っちゃってる。ってことは、長い間ゆっくりゆっくりお宅の生気を吸ってんだよ。チューって、チューって。そういうことは、ちょっと恐れ多いことだけど、天皇家は伊勢神宮に、お参りをしたり、靖国にお参りしたりって神社、いわゆる神道をしてらっしゃいますが、そういう人たちの、たちのお考えとか行動がすごく規制される。それはね、これは伝統だから彼らもしょうがない。だけど、天皇家の中に一蓮聖宗の信徒が何人も出てるんですよ。大正天皇だったかな、お母さんだったかな、一蓮聖宗信徒。それから、あと、これはオフィシャルじゃないけど、大石寺も見学だけは許したんだろうね。今の、今度天皇になられる夫婦いるじゃないですか。お子さんできなかったでしょ、長いこと。その時、大石寺にお参り来てる。で、絶対ご本人は拝ませないと思うんですね。やっぱり信じしてない人には開かないから。だけど、大石寺の中でいろいろ、建物を外から拝むことはいいからね。で、それの直後に身ごもったんだよね。とかね、天皇家はね、表向きはさ、これだけの伝統、ね、2000年からの伝統だから、今の時代においては神道ですけど、よくよく考えると明治以降なんだよね。それまでっていうのは、天皇は天皇で個人で、仏教の門徒でもいたわけ、信徒でもいたわけですよ。その証拠にね、と昔の話になるけど、天智天武の天武天皇の頃ね、あの時には、ちゃんと京都に何とか寺っていうのがあって、ちゃんとそこにお位牌も並んでんだよね。でね、あれはね、天智天皇と天武天皇っていうのは、実は大変な内乱だったんですね。内戦だったんですよ。で、天武系が滅びて、天智系がまず耐えちゃって、天武系になって、で、もう一回天智系、天武系、天武系が滅びたんだよね。家系がなって、天智系がまた復活するわけですよ。そうしたらね、なんと、この間のお位牌を廃棄されてる、そのお寺。そのくらい、要するに仏門だったってことなんだよ。だから、日本っていう国は、神仏混交だから、神道を拝んでも、仏教に帰依してても、基本的には文化としてはそれはずっとあり続けたんだね。だから、現状においては、ああいう、神流の道を基本に天皇家はやってらっしゃるけど、これが我々の目標なわけよ。天皇家に対して、なんとか日蓮聖宗の信仰をしてもらうような、この、着服を、直接はできないですけど、なんとか
例えば自重を着服して自重から着服してもらうとかね、そういう形の中でいつかは国主が日蓮召集に信仰されることを目標にしてるんです。だから今の姿が永久に続くっていうふうに思わなくてもいいんですよ。で今やってる姿というのは日本国においてはまことにその悪鬼、やっぱりその悪鬼に国王の政権が吸われていくことをやってるわけだから、だから今国が収まらないんです。誰が政治取ったってダメじゃないですか今。結局はそのお互いがこうただただ利権とね、その物、まあ、権力欲とその闘争してるガチャガチャしてるだけで、で天皇家はあの今は結局主権在民になっちゃったから象徴天皇っていう姿になっちゃったでしょ。本来の姿はねそうじゃないと思うんですね。天皇家がやっぱり主権をもう一回その取り戻していただいて、そして一番信用できるわけだ、どうのこうの言ったってまあもう日本国総理においてその天皇家が次の方をこう決めていかれるってことに対して誰人もこれ異議をもう挟めない深い伝統に支えられてるじゃないですか。そこへ日蓮召集の信仰を保ったとするじゃないですか天皇家が。その方の師匠誰かというと日蓮大聖人、日光聖人、日目聖人って一人から一人にずっと伝わってる豪須聖人芸家が天皇家の師匠になれば全くこれ全く安泰なわけですよ。国がこの時こそ一番栄えることだね。そして天皇家に主権が戻っていけばある意味その、一夜にして日本国はもう日蓮召集正しい法華経でいきますよっていうそういうこの布告なり、うん、勅令が出ればいいわけですよね。そういうこともこれはオフィシャルのどこの日蓮召集の方も言ってないけど、僕がいろいろ御所を拝していくとそういう姿が一番理想的じゃなかろうかっていう思いますね。今はまだ過渡期の姿、今が最善じゃないんだって、全てね国民もそれから国主もその最善を目指すために今一人一人コツ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 着目してるわけですよ。その数が増えてこないことには、そうすると今度召集の信徒が増えてくると書店が戻ってきますからね。そうなれば分かりませんよ本当に、いつ何時天皇その書店の大きな働きが起これば、いつ何時天皇家が日蓮召集に帰依するかも知らないです。でしかもそのためにねちゃんと古来から大乗の時代から天皇家のためのご本尊がちゃんともうおしたためになってるんですね。ずっと言語されてきてる。そしてまあこれはあの言い伝えの中では始神殿ご本尊っていうふうに言われていて、天皇家の始神殿にお祭りされるっていうふうにまあ言われてるご本尊があるんです。そしてあと大石寺には数の門っていうのが客殿っていう大でっかいまあ客殿があってね、そこの一番の真ん前に開かずの門っていうちゃんと木の門があって開かないんですよ本当に。でそのといつ開くのかっていうと天皇家が入信されて、そして日国学の高専流布をした時に第3代の日目聖人という方が最短が必ず現れてくるっていう伝承がずっとあるんですね古来から。その方日目聖人のお導きで天皇がその開かずの門を通って客殿に登るっていうのが高専流布の儀式なんだっていうね、ずーっと言われ続けて、我々はだからその開かずの門を開けるための戦いを、まあ私の目の黒いうちは無理だと思いますけども、次の代次の代へこの召集の正しい信仰を伝えていって、そしてこうやって増えていく。